動画をご覧いただきましてありがとうございます。松村接骨院の松村です。今回の動画から当院が開催しております健康セミナー、そのセミナーの内容を抜粋してシリーズ化してお送りしていきたいと思います。どうぞ皆さんラジオ感覚で聞いていただけるとありがたいです。じゃあ、ですね、今日健康の話ということでですね、そのテーマでお話したいと思いますけども、健康の話というとテレビとか新聞、雑誌、いろんなところで、健康にはこれがいいんだとかですね、こういうことしたらいいんだって言われてますけども、そういう情報っていうのはどうしてもこうバックにスポンサーがいるわけですよ。テレビの情報だとやっぱり例えば牛乳はあんまり良くない、牛乳の害とか小麦の害とかですね、そういうことはもうずっと前からダメって言われてるんだけど、やっぱり言えないです。スポンサーがいますからね。あと薬製薬会社のスポンサーになってるところもほとんど、だから薬の害なんかも言えないですというところがあります。で、今回はそういうところに、全く縛られないところの話をですねしていきたいと思います。で、なんか今日ですねこういう話を聞いてなんか良かったなと思うことがあったら、それをお友達とかご家族の方に伝えていっていただければいいかなと思います。それでの会社ですけど、ここの考えをベースに話していきます。で、私がこの業界もう20年になるんですけど、健康これがいいんだなとかいうのがこう、点と点がいろいろこう勉強してあったのが、ここの会社と出会ってもう一つにこうつながったんですね。あ、だからこれが良かったんだって、そういうところの話、ちょっとねこれ簡単に言いますと、世の中のこう健康の話っていうのは葉っぱみたいなものなんですね。もう例えばなんかバナナがいいよとか納豆はいいよとかなんかねココアがいいよとかありますね。でももうそういうのはもう枯れたら落ちていってもうみんな忘れてますよね、はい、バナナがいってたらバナナ売り切れちゃいます昔はもうミノモンタさんとか言ってましたよね。でも結局この幹の部分がどうかっていうのはここが分かんないと踊らされてるだけなんですよ。もう商品をねもう回してるだけに終わっちゃいます。でちゃんとこの梱包を知ることで、あ、だから納豆がいいんだとかね、そういうのが分かってくるといいと思いますね。はい、この人気の部分なんですね。はい、じゃあちょっと具体的にいきますけど、じゃあ日本でですね、世の中には西洋医学と東洋医学がありますね。で、日本の病院っていうのはどうしても西洋医学で、西洋医学というのは病気と健康を真っ二つに分けますね。検査で血液検査、尿検査、レントゲン検査で病気と判断されたらもう病気なんですね。で、そのギリギリ数値が出なかったら健康になっちゃうんです。だからもうどっかでボーダーラインがあってね、どっかで健康か不健康か病気かっていうところを分けます。で、病気になったら薬を出しますね。薬を処方する。で、薬と書いてありますけど、これ反対から読むとリスク、だから薬はリスクっていうのはここですね必ず薬には副作用が絶対あるんですね。風邪薬でももう眠くなるので運転は控えましょうって言いますね。だから反対から言うともう睡眠薬みたいなもん。どっちをこう 見てるかだけですね。で、ここにもほら治療とありますけど、病気の症状を抑えることが薬なんですね。だから風邪でも鼻水を抑えるとか咳を抑える、だから風邪自体を風邪薬が治してるわけじゃないんですよね。皆さんなんか風邪薬を飲めば
風を直してると思ってるんですけど、そうじゃないですよ。風を直してるのは自分の免疫力が直します。だからその自分の免疫力が治る間に鼻水を抑えたり熱を抑えたりね、咳を抑えるというのが薬なんですね。治してるわけじゃん。でそれに対して東洋医学っていうのは治癒ですね。自己免疫力で病気の原因を退治しましょう。だからやっぱり風邪とかは本当は東洋医学で治した方が体には優しいですね。ちょっとこれ風邪の話しますけど、風邪の時に昔は食べなさい食べなさいって言ってたじゃないですか。でもね、今の最新の考えでは風邪の時ってもう免疫も下がってるんですよ。で人間はね、エンザイム、ミナクルエンザイム、酵素っていうのがあって、酵素が例えば10あるとします。で、その10ある酵素を、じゃあ、風邪を治すために、その10がしっかり使えればすぐ治るんですよ。でも、その中で、じゃあ食べなさい、食べなさいって言って食べちゃうと、食べたものを消化しないといけないから、その10ある酵素を、例えばじゃあ6使います。消化のために6使っちゃう。そうすると4しかないですね、酵素。その4で風邪を治そうです。だからその分遅くなっちゃう。だから風邪の時はもう何も入れないで、その酵素の10ある酵素を10全部風邪をやっつけるために使った方が早くなる。だって栄養っていうのは1ヶ月後の体を作る。だから今ある風邪は1ヶ月前の食事でやっつけれるわけ。だから風邪ひいたからって今食べるわけじゃない。わかります？1ヶ月前の食事の影響で今の風邪があるから、だから風邪ひいたからって今一生懸命食べてもダメな。もう遅いって、手遅れなんです。今食べるんじゃなくて、今食べる栄養っていうのは1ヶ月後の体に影響する。だから風邪ひいたらね、今食べたら遅い。だからもう風邪いたらもう何も食べずにもう水飲んで寝とけば治るんです。あとアイシングセットね、熱を取りながら冷やすこと、そして水をしっかり飲んでもう寝とく、これですぐ治るという、まあ、そういうことで、さあね、西洋医学は病気と健康しか分けない、2つにしか分けない。でも東洋医学っていうのは病気と健康の間に未病っていうのを3つに分けることができるんですね。で今、この未病というのは病気でもないが健康でもない不調な状態、肩こりとか、まあ、頭痛、便秘、冷え性ですね。あと、ね、眠れないとか不眠症とかもやっぱりもう未病に入ってきますね、これまあ写メとかね撮ってもらうと、あ、撮っていいですね、どんどん撮ってください。でも録音してもいいですよ。でね、今日本人はですね、じゃちょっとここで質問します。病気が何パーセント、健康が何パーセント、未病が何パーセントだと思いますか？おさん、大体どれくらい？そうないんじゃないかな。未病が。かなり多い、はい、未病が6あり、いいですね、いい線ですね。2、6、2かな。2、6、2ね、はい、大体合ってます、はい。もう病気は 15% から 20% で、健康はもう 5% から 10% って言われてますね。で、あとはもう未病と言われてます。で、未病というのは信号機でいうと黄色信号ですね、どっちつかずの状態、もう調子悪いのに、いやもう俺はもう いいよと、もう何でも好きなものを食べて好き勝手して、もう大丈夫だから、もうそういうことを思ってたらやっぱり病気になっちゃうんですね。でもこの未病の時期に、いやちょっとここで体と向き合おうと、今不調が出てるからね、しっかり症状と向き合おうと、そしてこう健康なね、食べ物とか気をつけようって、そうすると健康にも必ずなってきますよと。だからもう一番いい時なんですね、体と向き合えるチャンス、未病は黄色信号だということですね。でそういう話をすると、じゃあ西洋医学は悪なのと思っちゃいますね。東洋医学が良くて西洋医学は悪いのか、
そうでもないわけ。やっぱり使い分けることなんですね。西洋医学っていうのはもともと戦争時代に兵士を痛みの目で和らげたりね、あの塗ったり貼ったり血を止めたりするのがもともとの西洋医学ですね。ですから私はそこの横断歩道で車にバーンと引かれましたと、で血だらけにわーなっちゃいましたとでそういう時にあちょっと病院に行きましょうって周りの人に、いやーもう僕は西洋医学は嫌なんで東洋医学で治しますって言うと僕死んじゃいますね。だからそういう時はちゃんと病院に行かないといけない、血を止めたりね塗ったり貼ったりしないといけないってことですね。だからちゃんと使い分けましょうと。で逆にアレルギーがあります、鼻炎がありますとか花粉症があります、そういう時に病院に行ってもやっぱりなかなか治らない、西洋医学では治らないです。だからそういう時は東洋医学で根本的に治しましょうと。だからもう症状によって使い分けることが大事なんですよね。どっちが一個っていう話ではないということですね。